はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は提督の決断法パープキット続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、アラビア海のイギリス艦隊と交戦したわけなんですけども、そこで虎の子の潜水艦隊が全滅するという壊滅的損害を受けたというところまでお届けしたと思うので、今回その続きになるんですけども、一応ですね、潜水艦の方はあれから頑張って、建造してですね、潜水艦隊の方は再建をしています。で、今インド洋の方に展開している艦隊がですね、ご覧の第2、第3、第4と空母艦隊、3個艦隊に、第4艦隊はね、一部潜水艦隊を、加えているという感じになっています。なので今回はですね、これらの艦隊をもって一応なんとかアラビア海を取りたいなというふうに思っていますので、早速アラビア海の方に艦隊を派遣していきましょう。で、第2艦隊の方にはヤマト型の3番艦、二次ヤマトを、配備しています。これは、46インチ砲持ってますからね、期待したいと思います。戦艦の方にも二次ヤマトですね。で、この46センチ砲を超える51センチ砲を今開発中なので、これができたらですね、ヤマト極み計画、さらに進めていきたいと思います。ヤマト極み計画って何だって話なんですけど、もう本当にね、戦艦の最上位にあたる戦艦を1個作ろうということで、今までの46センチ砲を搭載しているヤマト型戦艦3隻、2隻はもうすでに沈没してますけど、この二次ヤマトを超える戦艦を作っていこうという計画になります。そのためにもまずはね、アラビア海を取ってイギリスからアフリカを解放していきましょう。で、一応ですね、第4艦隊の大砲型空母は唯一の装甲空母なので、これらもね、うまく活用できればいいかなというふうには思っています。で、敵の航空基地は3つで、艦隊は1つないし2つ展開中というところになりますね。では早速戦っていきましょう。で、いきなりなんですけど、回線速度はちょっと一旦遅くしてですね、何がしたいかというと、まずは潜水艦を先行させたいっていうのがあるんで、潜水艦を先行させましょう。で、潜水艦は先行させておいて、で、さらに空母からはもう敵の航空基地が1個空撃の範囲に入ってるんで、これは空撃しちゃいましょう。とにかくね、敵の航空基地1個でも2個でも先に叩いておきたいので、これでまず敵の1つ目の基地は破壊ができるんじゃないかなと思うんですよね。じゃあ指示が終わったので、一旦回線の速度を上げていきましょう。先制攻撃で敵の航空基地に
損害を与えちゃいましょう。よし、これで1個目破壊終わりましたね。そしたらちょっと2日目になったらもう一つの基地を叩きに行くとして一旦退避させておいて、索敵の方に移っていきましょう。敵の航空戦力が出てるはずなんで、それの索敵ですね。で、夜が明けたら、空撃の範囲に敵の第二飛行場が攻撃できる範囲に空母を進めたいんですけど、敵の水上部隊がどこに展開しているかちょっと今わからないんで、あんまり艦隊を進められないんですよね。とはいえもうちょっと進めとかないと空撃の範囲に収まらないんで、怖いんですけど先に進めましょう。さあ、そしたらちょっとまた時間を進めるのをのんびりめに変えていきます。多分ね、まだ空撃の範囲に入ってこないんですよね。入ってこないんで、空撃範囲に入るまでは先に索敵部隊を出していきましょう。さあ、ちょっと緊張感あるなあ、ここは。こっちはね、もう空母主力を出してるんで、ここでねちょっとやられるわけにはいかないんですね。よし、そしたらもうここは先に発見されてしまった以上は、あるいは発見してしまった以上は一旦委任にして後手後手に回らないようにだけしましょう。
に敵の水上部隊がいるな。戦艦がいくつか入ってるんで、これをちょっと先に叩く必要があるな。ちょっとね、進みを早くしていきましょう。一方的な展開になってるけど、このまま押し切れればいいんですけどね。敵の軽巡が沈められない。沈めてくれ。大丈夫だね。逃げ切ってくれ。なんとか逃げ切ってくれたかな。大丈夫だね。ちょっと夜の間は退避をしておいて、夜が明けたら敵の基地に攻撃隊を送っていきましょう。さあ、夜が明けるのが待ち遠しいな。味方の損害はできるだけ少なくしたいんで、このアラビア海を取った後は紅海まで攻めて、紅海を陥落させてドイツの支援をしていきたいなと思ってますんで、どうしてもね
今回のこのアラビア海海戦は味方の損害はできるだけ少なくしたい。それは艦隊戦力もそうなんですけど、航空戦力に関しても同じですね。できるだけ損害が少ない状態で進んでいきたいという思いがあるんで、ちょっとごった2巻が出てるな。もうすぐ夜が明けるっていうのでこの状態。よし、破壊したね。あと1箇所、ここも破壊できれば決まる。3日目なんでちょっとね、艦隊を急いで北上させましょう。空撃の範囲に入れば、航空機を発艦させたら決まるはずなんですよね。数の暴力で。敵艦発見？敵艦？マジか。聞いてないぞこれは。残ってたか。水上部隊残ってましたね、敵は。味方の損害がどれくらい出たかな、今の艦隊戦で。さあちょっと、そしたら味方の方の損害を確認していきましょう。味方の方は、あ、それでも駆逐艦一隻だけで済みましたね、損害は。いや、これは大きいな。駆逐艦一隻だけ。他は従順が、まあ、大破したり、防空艦が大破したりしてますけど、まあ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 、まあ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 、御の字ですね。ちょっと待ってくれ。マレー沖で輸送船団が全滅か。いや、なか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 だな。で、潜水艦がこんだけ作れましたという状況ですね。はい。そしたら、この先の戦略を考えておきましょう。まずは、
紅海ね、さっきからお話している通り、ドイツの支援という意味で紅海と、あとはマダガスカル沖ですね、ここにスパイを送り込んでおきましょう。で、あとは技術開発なんですが、ちょっと厚めに入れられるところは厚めに入れておきたいんですが、例によってお金がないんで、薄めに入れましょう。しょうがない。で、あとは、これも例によって、ドイツに石油の押し売り。もう少なくてもね、石油はドイツの方がいっぱい持ってるんですけど、お金をね、大量にくださいよ、その代わりドイツから。ドイツめちゃくちゃ金、溜め込んでますからね。で、あとはアラビア海からはですね、一旦、インド洋に艦隊を戻して、いや、戻す必要あるか？これは再編だな。再編をして、第5艦隊の方に傷ついた艦隊を移しましょう。で、そのまま航海を攻めた方が多分効率がいい。なので、インド洋に傷ついた第5艦隊だけ戻します。まあ、第5艦隊って言ってもね、艦隊というよりかはもう修復する必要がある艦艇だけ戻す感じですね。で、輸送船ですね。なんかマレー沖でめちゃくちゃ沈められたみたいな情報が出てたんで、まずマレー沖確認しておきましょう。マレー沖で輸送船が全滅してるんで、ここに3隻。で、あとは今取ったアラビア海、ここに輸送船を2隻しか出せないか、きついな。輸送船の数が全然足りてないな。で、あとはできたばっかの潜水艦たちをそれぞれアフリカ方面とハワイ方面に振り分けていきましょう。じゃあ、この第6艦隊はインド洋へ。で、残りの潜水艦たちをハワイ方面へ。これでね、潜水艦に関してはもうある程度数が揃ったと思うんで、いよいよね、主力艦を作っていきたいと思います。で、できれば空母を作りたいんだけど、鉄の量的にどう？ 5900 で作れる空母。双竜か、ちょっとな、甲板がかすぎるんだけど。ここは雲竜作っとくか。雲竜作りましょう。じゃあ、広角、これで雲竜ができれば、それなりにまた航空戦力が充実してくると思うんで、あとはですね、今の戦いで傷ついた航空戦力ですね、ここも増強しておきましょう。言うほど損害は出てないか、これを見る限り。限りになっちゃいましたけど、運格がちょっと減ってるかなっていうところかな。天山をちょっと増強しましょう。で、第三艦隊の方は飛龍。飛龍もちょっと損傷してるね。山口多門少々さらに減ったし、97式の艦艇からこれ天山に全部乗せ替えましょう。で、新格はいいでしょ。赤城がちょっと減ってるか。赤城は天山じゃなく、天山いける？天山を、じゃあ増強しちゃいましょう。攻撃機ね。できれば爆撃機をちょっと増やしたいんですけどね。
敵の航空基地を叩くときにはやっぱり行っても爆撃の方がいいんで、ちょっと大砲の方にはね、旧式の二次爆撃用の二次爆を乗せなきゃいけないっていうのが厳しいんですけどね、二次爆。はい、ではちょっとね時間は短めですが、キリがいいので一旦ここで終わりにして、次回はですねいよいよ航海を攻めて、さらにイギリスからアフリカを解放していきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。